阪神背平均の倍の HR を打つ。ホームラン数阪神9本で5球団平均3本。阪神 HR 何本打つねん W8 試合で9本どこのチームや。神宮大好きてるちゃん。神宮ホームやったら40本は打てるやろ。甲子園ならショートフライ。今年の阪神ホームラン多い。神宮本拠地ならホームランを狙えるのに。チームホームラン200発打線。甲子園と交換しようやホーム。なんかホームランチームになってもうた。本塁打打線阪神最高。今までノーカンやったのにいきなりホームラン打つ理想的な6番打者って感じや。打って勝つ野球たまんねえ。毎試合3三振1 HR 塩佐藤。試合数よりホームラン数の方多いやんけ。去年より反発係数高いからやろうけど。ホームラン多いな読売みたいなチームになってもうた。阪神ホームランで 3W チームカラー変わってもた W。 神宮でくらいは気持ちよく大きいの打ちたいよね。毎日ホームラン見せる気が。本拠地甲子園試合じゃなきゃチームホームラン数1位よ。4球見なくなったらホームラン狙いチームになってたでござる。なんとら速報、まあ、これからも阪神タイガースの動画をお届けするので阪神ファンの方はチャンネル登録の応援よろしくお願いします。